動画をご覧いただきましてありがとうございます。リサイドのゆうたです。早速皆さんに質問から入りたいと思います。皆さんはマダガスカルに行ってみたいと思ったことはありますか？私は行ってみたいと思ったことがあります。アガベや開墾植物が好きな方は一度は行ってみたいと思ったことはあるのではないでしょうか。しかし行ってみたいと思ってもどうやったら行けるのか、どれぐらいお金がかかるのかとか、そういったところでどうしても断念してしまう方も多いと思います。しかしそれを乗り切って実際に行ったことがあるという方も少なからずいるはずです。そんな中で今回は実際にマダガスカルへ行ったことがある方をゲストとしてお呼びすることができました。実際にマダガスカルに行った方からの話を聞けるとはすごく貴重な回になるかなと思います。今回来てくださる方はあの有名な植物おじさんという方がゲストとして来てくださりました。植物おじさんはアンクルオブプランツとしてインスタとかでもとても有名な方です。本当に私の YouTube で話をしてくださることになりすごく感謝をしています。改めてありがとうございます。今回の動画は貴重な話をたくさんしていただいているのでとても長い動画になるかと思います。しかしその分とても価値がある動画になったのではないかなと私自身動画を編集していてそのように感じました。今回植物おじさんのところについて先にお話をしておきたいことがあります。今回植物おじさんは諸事情により地声 NG ということで声を編集しています。そこも注目のポイントとしてぜひ動画を聞いてもらえたら嬉しいです。果たして今回はどのようなワクワクするような話が聞けるのでしょうか。私自身すごく楽しみです。皆様も期待して動画を見ていただければなと思っております。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。はい、それでは早速ですね、植物おじさんに来ていただいておりますので自己紹介をしていただけたらと思います。植物おじさん、自己紹介をよろしくお願いします。皆さんこんにちは、こんばんは、そして初めまして、植物おじさんと言います。インスタではアンクルオブプランツっていう名前で、主に海外で撮った植物の写真を投稿しているおじさんです。僕は30歳の時に初海外でインドに行って以来、いつか世界一周したいなぁとは思ってました。で、2015年ぐらいにインスタを始めて、まあ、ビカクとかパピコを知って育てるようになって、まあ、同じようにいつか自生地に行きたいなぁとなんとなくですが思ってました。でも実際仕事辞める勇気もないし、世界一周なんて自分には無理だろうっていうふうに思ってました。そんな中で2017年にいろいろあって退職して、まあ、2018年に世界一周をスタートしました。で、2年ほど海外だったり日本の地方をフラフラしてました。で、帰国したのは3年くらい前で、今は日本で会社員をしながら海外に出るためのお金を作っています。で、2023年の4月にまた海外に出発する予定です。地図の赤ピンの場所全部行ったわけじゃないんですけど、これまでにざっくりと行ったところです。1回目のマダガスカルは10日だったんですけど、全然足りなくておかわりで翌年1ヶ月行きました。で、何回も帰国しているので世界一周っていうか、まあ、正確には海外行きまくっているっていう感じですかね。で、ちなみになんですけど、僕は普通の会社員で資産家とかでもないし、ファイヤーもしてないです。節約しながらお金を作ってます。で、あとは今は販売ちょっとしてないんですけど、植物のフォトブックをインスタで販売してて、まあ、それも海外の資金に充てさせていただいています。ご購入いただいた方がもしこの動画を見ていたらありがとうございました。で、おかげさまで2週目に行けます。自己紹介は以上になります。よろしくお願いします。はい、植物おじさん、自己紹介をしていただいてありがとうございます。本当にですね、いろんな経験をされている、そして普通の会社員とおっしゃっていますけれども、やはりそれだけ努力してきたこととかいろいろあったのかなと思うと本当にすごいなと思います。海外に行くってなって気になるところがあったので質問をさせていただければなと思うんですが、前回聞ける範囲で結構なんですけど、どれぐらい総額かかったか、ここだけの話教えていただいてもよろしいですか。はい、じゃあここだけの話、はい、ざっくりですけど、まあ、300万円くらいかなと思います。で、ただ2年間のうちで海外にいたのは実質14ヶ月だけで、残りの8ヶ月はまあ予定があって日本に帰ってたので、まあ、日本と海外を行ったり来たりしてました。なので航空券代は普通の世界一周している人よりかは多分多くかかってるんじゃないかなと思います。で、あとは、まあ、基本はバックパッカーなんで安宿に泊まって、で、現地のバスで移動するので滞在費自体はそんなにかかってないかなと思います。以上です。ありがとうございます。この話すっごく貴重だったんではないでしょうか。個人的にもすごく今驚きました。
それもねですかね。ありがとうございます。でもですね、そういった形のお話を伺って思ったんですけれども、やはり海外行くってなると英語力っていうのも気になる方も多いと思います。やはり英語の力っていうのは、それだけ長い間行かれてるっていうことは、英語はある程度できないといけないのかなと思ってしまったんですけれども、植物おじさん、そのところいかがでしょうか？はい、英語もスペイン語もマダガスカル語も全然話せないです。で、ただ海外にいるので基本は英語のやり取りになるんですけど、日常会話とかは全然続かないですね。なんでこう僕の知ってる単語をひたすら投げまくって、で相手になんかそのニュアンスを感じ取ってもらう。で、逆に相手の言ってることは単語がいくつか拾えたら、まあ、そこから会話の流れとか、あとイマジネーションでも勝手に補完してますね。で、ただ2年間の最初の方でフィリピンのセブ島で1ヶ月英語の勉強をしてたので、一応短期留学って名前なんですけど、日本人だらけだったんで、なんかずっと修学旅行みたいな感じで遊んじゃってました。で、今は帰国してからもう3年経って何も勉強もしてないので、さらに英語が弱くなっていると思います。でもまあ、なんとかなるんじゃないかな。まあ、そんな感じです。以上です。はい、植物おじさんありがとうございます。感覚で乗り切ってきたこと、いや、かっこいいなってすごく本当に心から思いました。いや、自分自身が英語できないので、そうやって感覚でいろんな会話をつなげていってコミュニケーションを取れる。やっぱこのあたり、コミュニケーション力、最近の言葉で言うとコミュ力ですかね。やっぱすごく高いなって思ったのが正直なところの感想でした。はい、植物さん、自己紹介ここまでありがとうございました。はい、続いてはですね、ここまで素敵な自己紹介をしてくださった植物おじさんの今住んでいるところで管理しているお気に入りの株もとても気になりましたので、そのあたりもご紹介していただけるととても嬉しいです。植物おじさん、お気に入りの株を紹介していただいてもよろしいでしょうか？はい、続いてお気に入りの植物たちを紹介したいと思います。一つ目はビカクシダのリドレーです。なんかリドレーって水やりが繊細というか、なんかいろんなやり方があるみたいですけど、うちではカラッカラに乾いて持っても軽くなったらドブ漬けするっていうすごくシンプルな方法で育てていますけれども、今のところ健康なのかな、育ってくれていると思います。二つ目はアガベのホリダになります。とにかく徒長させたくなくて、水やりは辛くしているつもりなんですけど、ちょっと伸びちゃってるし開いちゃってるし、でも下葉が枯れちゃって株自体は大きくならないし、めちゃくちゃかっこいいと思うんですけれども、僕の技術ではこれが限界というか、もうどうしていいかわかんないですね。アガベってほんと難しいですよね。一番育てるのが難しいのが、かっこよく作るのが難しいのがアガベだと思ってます。でもアガベがかっこいい。お気に入りの株、最後はパキポのグラキリスです。自生地で崖に生えているグラキリスを見て、似たような仕立てをしたいなと思って、石を割って接着剤でくっつけて中を空洞にして鉢を作っています。石でできているのでめちゃくちゃ重たいですが、普通だったら鉢で横向きに植えられているところをこのように上向きにできるので、イサロ風グラキリスと名付けていますが、もっと流行ったらいいなと思っています。お気に入りの株は以上です。重たい。植物おじさん、ここまで魅力たっぷりの株を紹介していただいて本当にありがとうございます。とても眼福という一言に尽きるぐらい最高な株ばかりでした。ここまで素敵な株の紹介をありがとうございます。続いては、植物おじさんは自宅の育成環境はどのように管理しているのかというのもお伺いできればなと思います。どんな環境で育てているか気になる方も多いと思いますので、ぜひ話をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではうちの植物の育成環境についてお伝えしたいと思います。ご覧のように美覚の割合が高いです。美覚は成長スピードが速いので美覚の割合が高めとなっています。どの植物もそうなんですけど、基本は暖かい時期は外で、寒くなってきたら屋内に取り込むといった感じになります。このあたりがアガベ、パキポなどがいるところなんですけれども、ここは一応寝かせているというゾーンなんですけど、ちょっと起きちゃってますね。で、水はほぼあげてません。うち安いアパートなんで気密性が低いので、こういう風に窓を完全に密閉してます。この辺はアデニウム、パキポ、アガベがちょこっといますが、水やりをしすぎると腐るリスクが高まるのかなってビビってるので、基本は水は結構辛めにしています。なのであんまり大きく育ってないです。うちの植物の
栽培環境は以上になります。はい、ここまで育成環境をご紹介していただいてありがとうございました。はい、とても参考になるお話ばかりで、今後の育成に役立てていけるんではないかなと感じました。貴重な育成環境のご紹介をありがとうございました。続いてのお話で伺いたいことがあります。今回マダガスカルに行ったきっかけという部分ですね。ここ気になっている方も多いのではないでしょうか。私も気になっているうちの一人です。マダガスカルに行ったきっかけっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、世界一周を始めた時点では実はマダガスカルに行く気も自生地で植物を探そうなんて全く考えてなかったです。というか普通に考えて自生地に行こうとか思わなくないですか。僕は全く思ってなくて、でただ世界一周中に一時帰国することがあって、で再出発をどこの国から始めようかなーってこう地図を眺めてたんですよね。そしたらたまたま、本当たまたまマダガスカルが目に留まって、あ、マダガスカルってそういえばここにあるのか、あ、じゃあパキッポが生えているところか、あ、なんか面白そうだなーって、そんなノリでちょっと調べてみて、調べてみたらマダガスカルって結構な後進国 で最初は僕が行くのは無理だなーって思いました。でただ世界一周を始めて半年くらい経っていて、まあ、ちょっと経験値も上がっていたこともあったので、まあ、なんとかなるかな、まあ、ならなかったらまあそれはそれで面白いし、まあ、とりあえず行ってみようっていうようなそんなノリでした。マダガスカルに行ったきっかけは以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。行ってみようかなというノリで行けてしまう行動力やっぱすごいなと思いました。いや、皆さんもこうやってできる方もいるっていうことは、やはり自分自身もできるのかなって思えるので、そのあたり自分に当てはめて考えていけたらすごいいいお話ではあるのかなと思いました。はい、ここまできっかけを話していただいてありがとうございます。はい、ここまでマダガスカルに行ったきっかけの話をしていただいてありがとうございました。きっかけがあったということは、実際に行ってみて感じたことっていうのも多くあったのではないでしょうか。この実際に行って感じていること、まあ、行ってみたいなって思ってるけども、まあ、行けていない人たちがほとんどです。やはり実際に行って感じたことっていうのをこうやって聞ける機会って少ないと思うので、ぜひここで行って感じたことっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、マダガスカルに行って感じたことは本当にたくさんあるんですけど、3つにまとめるとすると、1つ目がまずはもうとにかく自生している植物が素晴らしいなって、これに尽きるかなと思います。パキポとかはもう壁にぶら下がってたりしがみついてる数も結構あって、現地ではこういう風になってるんだなっていう風に驚きました。でパキポって基本的に土がない、ほぼなんか岩の隙間とかに生えてることが多くて、初めて自生しているグラキリスを見た時は興奮してというか、なんかもう発狂というか、うわーみたいな、なんか本当に声にならないなんか変な声が出て、しばらく興奮が止まらなくて、一緒にいた人がドン引きしてましたね。あとは、マダガスカルで特に乾燥している地域に生えているバオバブってめちゃくちゃでかいんですよ、太くて。いや、その大きさに圧倒されましたね。で、あとは、バオバブ並木は、なんかもうここは地球じゃないんじゃないかっていうような、本当に綺麗で、なんだろう、異世界というか、バオバブ並木は僕の人生を変えたと言っても過言ではない場所になりました。それぐらい植物が素晴らしかったです。で、二つ目なんですけど、日本での生活がとにかくありがたいなっていう風に感じるようになりました。これはマダガスカルに限ったことじゃないと思うんですけど、まあ、いわゆる後進国と言われるところに行くと、もう今の日本の暮らしがすごく豊かだなっていう風に感じます。これ画像がマダガスカルでよく見る民家なんですけど、地方とか田舎の村とかじゃないんですよ。もう首都とか、もう大きな町からちょっと離れたらこんな家が普通にあって、当たり前のように電気も水道もガスもないです。で、今僕が住んでるここの安いアパートなんですけど、うちには電気も水道もガスも通ってるんですよ。なんか当たり前だなと思うかもしれないですけど、うちには炊飯器があって日本のうまい米が食えるし、納豆なんかはあんなに美味しくて健康的なのに数十円で買えますし、うちには洗濯機もあるんですよ。ボタンを押せば勝手に洗濯してくれて、手洗いする必要もなくて、うちガスも通ってて、いつでもあったかいシャワーが出るんですよ。だからこう日本に帰ってきて自分がどれだけ恵まれているのか、日々ありがたいっていう風に感じましたね。でただだからといってマダガスカルとか
後進国の人たちが不幸っていうわけではないと思うんですよね。でむしろ逆に我々日本人は働きすぎだったり時間がなかったり家族の時間が取れないそういう姿を見て不憫に思うのかなっていうふうに、だからまあ結局はトレードオフというか、まあ、ないものねだりなのかもしれないですけど、そんなことを感じました。3つ目なんですけど、バオバブ並木を見ながら気づいたことがあって、でそれは以前の僕はお仕事を頑張りすぎて辞めてしまったっていうところがあって、で思い切ってっていうか、むしろもうやけくそな勢いで仕事辞めて世界一周始めたっていうのが正直なところです。で、たまたまマダガスカルに行ってバオバブ並木を見てたらバックパッカーの友達と話してたんですよね。で、その時にふと気づいたことが、すごく自分が無理してたんだなっていうのが、なんでかわからないけどその時ふと思って、だから今はこう自分を甘やかしてもいいのかなって、無理しないように心がけています。で、そういう経験があったから今はやりたいことをやってもいいんだ、迷ったら楽しい方を選ぼうって思うようになりました。で、それが今回の、まあ、4月からの2週目にもつながっています。ちょっと長くなって申し訳ないんですけれども、感じたことは以上です。よろしくお願いします。いろいろ話をしていただいてありがとうございます。話を聞いてですね、個人的に感じたこと、やはり日本人がすごく無理していることっていうところと、マダガスカルの方たちの状況っていうのを考えたときに、まあ、自分たちがいかに幸せかっていうところ、改めて当たり前になっていることっていうのを今一度こうやって話をすることによって、個人的に感謝の気持ちっていうのは非常に強く持てたなっていうようなお話になりました。皆さんも心に響くことって非常にあったのではないでしょうか。この話、言ったことがあるからこそ感じたことがあるお話、すごく心に伝わる話でした。植物おじさん、改めてありがとうございます。はい、次の話に移りたいと思います。先ほどまでいろいろ感じたことを話していただいて本当にありがたかったなと思います。続いて気になるところは、やはり今年4月改めての旅が始まります。それに対しての意気込みというのを皆さんに話をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、意気込みですね。と、僕の4月からの予定なんですけど、1年半ほど海外を回る予定です。で、1カ国目はメキシコで、アガベ、オテロイとかサボテンなど、でその後アメリカに行ってユタ演出系、でその後チリでトピアポア系、でその後南アフリカに飛んで、まあ、ユーフォルディアとかアロエ系で、その次のマダガスカルなんですけど、マダガスカルのベストシーズンが寒気なんですね。で、日本と南半球なんで逆になってて、マダガスカルの観光ビザって3ヶ月しかないので、だから翌年にも3ヶ月でマダガスカルを入れてて、全部で6ヶ月マダガスカルを予定しています。で、マダガスカルの行きたいところが、パキポだとウィンドリー、バロニー、アンボン、イノピ、エブレ、ロスラズム系、あとカクチペス、あとは太いバオバブとか、先ほど話したバオバブ並木、あとビカクシダ系で言うとマダガスカリエンスに会えてないので、ただ、この全員を見つけるのは無理だと思うので、まあ、優先順位をつけてマダガスカルは回っていきたいかなと思います。で、その後行くのが東南アジアのマレーシア、インドネシア、タイでビカクシダ、あとその次にもう一回マダガスカル行くんですけれども、今度は雨季になってて、1、2月ってマダガスカルで雨が一番多い時期なんですね。で、雨季のブラキリスとか、あとはパキプスはきっと葉っぱが生えているので、そういう、まあ、雨の降っている環境、あとはバオバブ並木が鏡張りになるようなので、それも見ていきたいかなと思います。で、その後にソコトラ島、あとはまあ植物関係ないんですけれども、サウジアラビアとインド、でインドはホーリーっていう色粉を掛け合う、ちょっと頭のあれのちょっとお祭りがあって、それ行きたいかなと思ってます。で、3月で国産運転免許の期限が切れてしまうので一旦帰国して、でその後4月からはオーストラリアで、美学を見て、でその後また植物ちょっと離れて中央アジアで、イラン、イラクで、ただこの辺は結構情勢によってどうなるかわからないので、調べながら判断していきたいかなと思います。で、最後続きのマダガスカルで、さっき言った植物たちの続きを、まあ、できるだけ探して、で11月ぐらいに帰国するっていう予定です。で、ただこれあくまでも現時点での僕の希望ってだけで、女性だったり例のお病気だったり、あと僕ヘルニアなんで、まあ1年半予定通り行かないかなとは思いますし、まあ、そもそもお金がなくなっちゃったらもうそこで帰国します。で、あとは基本は個人で自力で探すので、こうなかなかこう今いろいろ話したんですけど難しいかなと思っています。で、意気込みはここからなんですけど、僕は自生地で植物を探すのは宝探しだなっていうふうに思ってて、見つからないこともあるけれども、見つけた時の感動とか興奮がこうたまらないというか、癖になるというか、
で、なので、生息している場所をある程度事前に特定できてないと、簡単に見つからないし、会えないこともこれまでにありました。で、例えば、アガベのオテロイとかは、オアハカに生えてるってことは有名だと思うんですけど、オアハカってめっちゃ広いんですよ。ググってみたら、オアハカ一州で、北海道よりも広いんですよね。だから、生えている場所がある程度分かってない状態で行くと、ノーヒントで北海道中をさまよい歩き続けるっていうことになります。で、実際さまよい歩き続けてました。で、なので、事前の下調べが大事だし、まあ、とにかくその、体力が必要になってきます。で、人間って1日に4リットルぐらい水が必要らしくて、で、自力で2泊3日しようとすると、それだけで12リットルで12キロ。で、あとはテントとか食料とかを入れると20キロぐらい、まあ1日目かなると思うんですよね。なので、そういう重りを担いで歩くっていうようなことを日々練習してます。で、あとは日帰りで探せる植物もいれば、国立公園でガイドがいるっていうパターンもこれまではあったんですけど、4月から行くところは、まあそんな簡単に会えない植物たちもいるっぽいので、ただ自力で2泊3日かけて奥まで行けば行けるほど、植物たちに会える可能性が、かっこいい株が、絶景で見れる確率が上がるのかなと思っているので、とにかくもう体力を強化していきたいかなと思っております。以上になります。はい、植物おじさんありがとうございます。いろいろ話ですね、確認したいこといっぱいあるんですけど、やはり言葉の中で一番印象に残ったのは宝探し。ここすごいいい言葉だなと思いました。やはり普段植物を日本で管理している人たちも、やっぱり植物の出会いって一期一会だと思うんですね。で、その中で海外で一期一会に出会った植物、それって本当宝だなって思います。その感じを想像しながら話聞いてみると、気持ちすごい盛り上がるなって思いました。また、もう一つ感じたことがあってですね、体力作り、ここも非常に大事なのかなと思いました。その何もせずに行ってしまうと疲れたなとかってなると思うんですけど、こうやって日々体力作り励みながら、まあ、その見据えて動いている、行動して、いろんな植物、宝を見つけていくこと、非常にワクワクが伝わってきたお話だなと思いました。本当に最高な意気込みを話していただいてありがとうございます。はい、ここまで意気込みを話していただいてありがとうございました。最後に一言お話をしていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、最後に、この動画を見ている方の多くはマダガスカルに興味がある方なんじゃないかなと思うんですけど、マダガスカルは後進国なので結構治安が悪かったり、まあ、不便なところもたくさんあります。ただバオバブ並木とかブラキリスが生えているイサル国立公園に関して言えば、首都からも割と近いし、乗り換えもなしで行けます。場所が確定しているので、行くこと自体はそんなに難しくないんじゃないかなと思います。なので、生でバオバブ並木とかブラキリスを見たいっていう方は、いつか行こうではなくて、どうやったらいけるんだろうって考えれば、なんとかなるんじゃないかなって僕は思ってます。自己責任になっちゃうんですけど、ぜひマダガスカルに行って生の感動を一緒に共有できたら嬉しいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。すごくパワフルなお言葉をいただいてありがとうございます。この言葉に気持ちに火がついた方もいるんじゃないでしょうか。私はすごく心に火がつきました。バオバブ見たりとかですね、実際現地に行ってみて感じることって非常に多いのかなと思いました。しっかりと調べなどをして、こういった動きができるようにやっていけたらと感じます。ありがとうございます。はい、ここまでですね、最後っていう風なお話の振りをしてしまったんですけど、視聴者の方に伝えたいことっていうのももっとたくさんあると思いました。私自身もいろいろ話を聞きたいと思っております。最後の最後となりますが、視聴者の方に伝えたいメッセージがあれば、ぜひ強いお気持ちを伝えていただけますでしょうか。お願いします。はい、僕はなんですけど、できる時にできることをやらないと、まあ、それが一生できなくなってしまうこともあるのかなと思ってて、で、例えばベネズエラのギアナ高地ってところがあって、そこは今情勢が変わって入れなくなっちゃったり、あとはロシアとかもそうですよね。シベリア鉄道乗りたいなと思ってたんですけど、しばらくは難しいかなと思います。なので、ひょっとしたらマダガスカルも10年後、20年後、行けなくなる可能性もゼロではないかなと思ってます。当たり前のことなんですけど、人生で一番若いのは今なんで、今しかできないことを優先してやろうっていうふうに僕は思ってます。じゃあ、あとは僕は結構海外に出した経験があるので、周りの人に行動力がすごいですねって言われることがあるんですけど、僕はそんなことは全然ないと思ってて、例えば日本でずっと働き続けることとか、
結婚したり、まあ、子供を育てるってことの方がすごいことだなって僕は思ってて、で、まあ僕、今は仕事好きになれたので、海外にいたら、仕事したいなって思うようになるんですけど、でも、それをあくまでも一旦距離を取って仕事をリセットしているからできていることなんですよね。だからこう、日本でずっと仕事を続けるとか、家族のためにとか、家族のために育児とか家事を続けるっていうのは責任が伴うすごいことだと思うので、そういうのを自分で選択して続けているっていう人を僕は尊敬するし、僕より行動力があるなっていうふうに僕は感じてます。たまたま僕のやってることが少数派ってだけで行動力があるって言われるんですけど、僕はただただ自分が楽しいと思うことをやってるだけなんですよね。で、ただ思うのが仕事を辞めちゃいけないとか、結婚するのが当たり前だみたいな空気があるんじゃないかなっていうふうにも思ってて、で、僕も退職前は仕事辞めるのは格好悪いとか恥ずかしいとか、なんか結婚して子供を育てなきゃ一人前じゃないみたいな、なんかそんな空気を感じてました。でも、まあ、僕はいろいろあって退職することになってしまいましたけど、その結果たまたまなんですけど、いろんな文化に触れることができて、で、そこからは人にどう思われるかっていうのがあんま気にならなくなったんですよね。今までは価値観の中心が世間体っていうか、周りからどう見られるか、どう評価されるかっていうようなことばっかり気にしてて、でも、なんか今は単純に自分が楽しいのか、自分軸で物事を考えたり、決めるようになりました。なんで、やりたいことがあるのに、なんとなく仕事を続けるとか、っていうのは、なんかもったいないなって、僕は思っちゃいます。僕、人生はマラソンだみたいな言葉があるんですけど、あれは僕は違うと思ってて、短い人生の中にいかにやりたいことを、楽しいことを詰め込めるのか、できるのかっていう短距離走なんじゃないかなっていうふうに感じてます。偉そうなこと言ってごめんなさい。これが僕が今感じていることです。以上になります。はい。最後に素晴らしい言葉を残していただいてありがとうございました。すごく心に私は響きました。人生はマラソンじゃなくて短距離走。やはり経験をしてきたからこそ、伝えていただけるような言葉かなとすごく感じてます。で、あと感じていることとしては視野というところですね。まあ、自分自身をこう俯瞰で見れて、それで今の自分を感じていけること、非常に大事かなと思いました。いろいろお話をしていただいてありがとうございます。すごく感じたことたくさんあったと思いますので、ぜひ感じたことをコメント欄に残してもらえたら、皆さんの励みにもなると思うので、ぜひコメント欄一言残してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では改めて植物おじさん、最後までいろんな話をしていただいて、本当にありがとうございました。今回の話を聞いてみて、植物おじさんのことが気になったなという方は、動画の概要欄に植物おじさんのインスタグラムのリンクを貼っておきますので、そこからアクセスをして、ぜひコンタクトを取ってみてください。動画はこれにて以上となります。もしこの動画が良かったなとか、参考になったなという方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの設定をよろしくお願いします。また、コメント欄でメッセージをいただけると、今後の動画作りの励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。共感いただけましたら、チャンネル登録やコメントをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。